川上さんは IT 関連企業ドワンゴを創業して、オンラインゲームの開発からニコニコ動画の運営まで幅広く活動され、ネット社会に影響を与えてきました。また現在は株式会社角川ドワンゴ代表取締役社長でもあります。そんな川上さんから見たネット社会の未来とは。レジアナ世代について言及されてるじゃないですか、自分与田さんよりもちょっと下ぐらいの。そうですね、今30中盤ぐらいの方々ですね。ああいう方々はちょうどその時代の変遷期にいたから。レジアナ世代って何ですか？デジタル世代はデジタルとアナログの間にいる人たちですね。、はい、年齢で言うと30中盤ぐらいのことをさせて、まあ、あのドワンゴの横澤さんっていうのが、これから、デジアナ世代が世の中を変えていくと、はい、でそれは、まあ、自分たちの世代だっていうもの、ね、まあでもあれですよね、なんだっけ、だっけ中学校がポケベル、ポケベルがなきゃいけない、はい、で高校がピッチ、はい、で大学が携帯、要するに世間のマジョリティ そのネット環境っていうのを、うん、あの常にそのあの境界地点にいた人たちっていうことですね。だから両方とも知ってる、その先とその後みたいな人たちがいて、はい、まあ、そういう見方があってすごく面白いなと思ったんですけど、はい、私はもう与田さんとは違って女っ気のない生活がすごく長いんですけど、そんな僕にも最近甥っ子というものができまして、彼とか見てるとやっぱりいわゆるデジタルネイティブじゃないですか、はい、もう生まれた瞬間からネットに触れていて、本読む前に携帯とかとタブレットとかを読んでるわけですよ。で本当にあの携帯とかをピンチアウトするじゃないですか、こう指で。それを実物の本に対してもしたりするんですよね。そういうなんかこうデジタルがもうネイティブにあるっていう、元からあるからあるってやつだよね。まあ、そういう人たちが大きくなっていった時に、まあ、川上さんのお子さんたちもそうだと思いますけど、もう本当にそのデジタルしか知らないっていう、まあ、デジアナ世代の下の人たちもアナログちょっとは知ってるじゃないですか。でもそういう人たちじゃない、もう本当にアナログって何っていう、純粋デジタル純粋デジタルの人たちが大きくなってきた時にどういう風な未来があるのかなっていうのの、その違いみたいなのは興味ありますけどね。なんかそのあたりってどう変わっていくんですかね。いやだからまずね、あのコミュニケーションの仕方が変わりますよね。コミュニケーション仕方が変わるっていうと、多分ねハブになる人される人っていうのが、うん、今実際に変えつつあるだと思うんですよね、うんうん、で今の仲間外れって、はい、昔はなんかね普通に仲間外れを、まあ、普通にアナログにやるわけじゃないですか、はい、でも今の仲間外れって LINE 使ってやりますよね。グループから外されたってだけで外されたみたいなね、はいはいはい、でそこでのコミュニケーションっていうのは例えば言い合いとかじゃなくって、はい、LINE 上のチャットなわけですよ、はい、遮断ですもんね。そう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 すると、で今までそのね、あの人間社会の僕らのヒアルキーってやっぱり口のうまいやつ、はい、っていうのがなんかそうヤンキー的な、ね、人たちがやっぱりあのクラスのカーストの上位になって、うん、であんまり喋りの下手な人オタクたちはクラスのカースト下位だったわけですよ、はいはいはい、ところがその LINE 世代になると、その LINE とかを使った、ね、デジタルのコミュニケーションによのうまさによってヒアルキーが決まっていく可能性がありますよね、はいはいはい、そうするとコミュニケーション様式がもう全然変わった世代の誕生ですよね。だからこの本の中でもありましたけど、ネット住民たちっていうのがもともとその社会的な、はい、なんかちょっといじめっ子じゃないけど、はいはい、リア充に比べてちょっと低いみたいなところにいたのが、はい、ネット化によってこう上がってきたっていうのが最初からこの高いところにいるってことですよね。そのネットに詳しい人、それがもう世代全体で起こっちゃう、それが普通だってことですよね。可能性がありますよね。まあでも実際緩やかな変化ってあって、例えば それこそ理系の人って昔モテなかったじゃないですか、はいはい、その口がうまい論じゃないですけど、ですけど文系から理系のこうなんていうか、まあ今そういう区分けも曖昧かもしれないですけど、そもそもその乗り換えとかってすごい難しいですけど、なんか理系の人が文系になるのはいけそうな気がするから、ネイティブ理系の方がなんか可能性が広がるっていうか、モテそうな気するんですよね。潰しが効く、潰しが効く。そうなんですよね。だからあとやっぱりその本当人が変わってくるんだろうなっていうことで言うと、知識って概念もなくなるんじゃないかなって気もしてて、うん、なんかその、まあ、ググるのが上手い人、そうなんですよ。外部記憶をね、うん、出すのが早い人、うんうん、僕だってそれこそ初めて鈴木さんとお会いした頃なんか、うん、この人の頭の中どうなってんだろうなと思うわけじゃないですか。その映画のこととか、うん、何でも知ってるわけですよね、その、うん、自分から見たら、うんうんうん、でやっぱそういう大人にこう会ってびっくりするみたいな、うんことって あったわけじゃないですか、はいはい、でやっぱりそれはどっかで知識をこう血や肉にされてきたからだと思うんですけど、
今のそのデジタルネイティブになるとその覚える必要ってそもそもあんのみたいな。そうですね、うん、まあ、実際にね、そこの昔だったら祖国大戦の時代とかっていうのはね、うん、なんかそこら辺の文学作品っていうか有名なやつとか、うん、まあ、みんな詩とか暗唱してたわけでしょ、うん、全ての物語を暗唱してるのが教養人で当たり前で、うん、近代においても100年前ぐらいっていうのは普通に、うん、あの有名な作品とかでね、あの暗唱できるものって大体みんな一つ二つは持ってたっていうのが、うん、あの普通だったらしいですよね、なんか、うん、でも今そんなことをね言える人いないですよね。今ってやっぱりそういうね暗証とかっていうのはやっぱり必要とされてないし、あのいらない時代になってますよね。調べれば出てくるし、そうすると多分これもっと進むんですよ。もっと覚えネイティブの時代に、そう、いやいや、もっと覚えなくなるっていう。テストとかじゃあ調べ合戦になるんですかね。じゃあそもそもテストをする必要がなくなるんですかね。いや、だから発想力とかなんか違う方を問うんじゃないですか。はいはいはい、知識を高めることに必要ないから発想力じゃないかな、なんていうか、うん、だけどね、素朴なことで言うね、うん、昔からウォーキングディクショナリーって言って、うん、頭の中がそれこそあらゆることを覚えててそれを口にする人、うん、じゃあそういう人は尊敬されたかって言ったら尊敬されなかったんだよね。要するに知ってるだけじゃダメで、それのどこを引っ張り出してどうね、あるこう再構成をするか、情報の活用の仕方ですよ。そう、はい、だからそれは変わんないんじゃない。うん、なるほど。そうですね、なんか僕はまあそのなんか漢字書けない人みたいなのすごい多いじゃないですか。まあ漢字書けなくなりますよね、間違いなく。まずそうなりますよね。まずそれがもう出始めてる、特に漢字書けない人ですよね。だからものすごい賢そうな人とかでも、うん、なんかとりあえずホワイトボードに書いてみると全然漢字書けないんですよね、なんか。読めるんだよ。それこそこの鈴の字、鈴木の鈴の字だってふっと書けって言われた瞬間にあれ右レイだけど、どうじゃないかな。緊張しながら。緊張しますよ、本当。書きますよね。わかりますわかります。普段書き慣れてないですね。そうそうそう。だって本当に書くなんていうか場面が減っていくじゃないですか。はいはいはい。いや、それね、やっぱりこれ多分ね、この10年20年もすごく変わってきてて、ね、僕サラリーマンになったのってもうやっぱりもう20年前なんですよね、うん、20年前とかでなんかそのなんかいろんなね、あのそのパーティーとかで名前書かされますよね、はいはい、あの、いや今だったら、まあ、葬式ぐらいの時しか書かされないですけど、昔って結構その、あのパーティーとかってその書かされたんですよね、はい、書かされましたよね、はい、で、あのその時に書いてあった字と今結婚式でみんなが書いてる字と明らかに下手くそですよね。そうですね。この20年間の間にすんごい下手になってます。いい大人が。さっきのね、ウォーキングディクショナリーとか話とかでも、でもやっぱりその中でもウォーキングディクショナリーの中でも本当にその中の覚えてるものを適切なタイミングで適切に引用する人っていうのが、そのやっぱりヒラルキーの上にいたはずなんですよね。だから多分それも同じで、ただ検索するだけのちょっとダメな感じの人が大量にいる中で、なんかそれが統合されたね、はい、もっと新しい時代のインテリみたいなのも多分出るはずなんですよ、うんうんうん、あとこういうなんか話している中で言うと、やっぱりこれって話術じゃないですか、一つの。でそれをやっぱり極めた人たちっていうのが落語家の人たちなわけであって、で彼らは何を大事にしていると間とかじゃないですか。だからすごい調べるのが上手でも、なんか調べてるうちになんかこうしらけた感じになってしまうと、なんか伝え方に乗っていう意味では早くしなきゃいけない、伝えた方という意味ではマイナスかもしれないですよね。ただこれがもう進んでもう本当に なんかすぐ瞬間的に知りたいと思ったら教えてくれるみたいな、そういうところまで技術が発展してたら変わっていくのかもしれないですけど、コミュニケーションのやっぱり仕方が変わっていくんでしょうね。いや、それに応じて。そうですね。だからね、うん、あのそういう意味では喋ってる時になんかね、特に若い世代になると、あの話がまず受けないんですよね、まあ、これ単純に僕の感覚が古くなったのかとも思ったりもするんだけれども、どうもいろいろ聞いてると、はい、あのそうではなくって、多分ね、人前で話を聞いてる時の感情表現っていうのが苦手な人たちがやっぱ若い人たちがやっぱ多いみたいな、ね、面白いと思っても笑えないってことですか。うん、だからなんか面白いとかっていうのを例えばあのツイートしながら、あの無言で無表情で、あ、そうそうそう実は面白いと思ってるのにちゃんと入ってないそう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 、だからここではやれ、ここで感情表現はしてるんだけど、 LINE 見るとわらわらって書いてあるってことですよね。そうそうそう、あのもうむっつりなんですね。目の前では無表情みたいな、でそういうのがあるみたいで、例えばそうドワンゴなんかっていうのは割とね、そういうデジタルのコミュニケーションに長けた人たちが多いわけなんだけど、エンジニアの会議とかってあのね、みんなパソコン持ってるんですよ。確かに
でみんなパソコン持って、みんなパソコンを前にして、でそれでね、そこで会議をしてるんだけど、はい、誰も話してる人の顔を見てない、はいはい、なんかね、なんかでもこれ多分ね、あの未来のその、 あの若い人たちが中心になる時のね、コミュニケーションの多分ね姿だと思うんですよ、僕これ、ね、プレゼンもそうですもん ね、今プレゼンってこうやってなんか、はい、ボディーランゲージで伝えるっていうのが元々の姿ですけど、今資料しか見てないですからね、みんな、はい、あの映し出された資料しか見てないから、どんなに強調しても意味がないんですよね。 それよりもポインターをこう資料上で動かした方がとか、アニメーションにした方が価値があるんですよね。あ、そうですね、あの資料上でなんか笑いのネタを仕込んだ方がパワーポイントでね、うん、そちらの方が効果あるようになる。文化、まさにそれコミュニケーションの仕方が変わってるって、そういうことですよね。この前でもそれこそ隣でね、若い子2人がご飯食べてるんですけど、はい、2人とも本当にずーっとスマホやってるんですよ、はい、まあ、そうだよね、そうだね、ずーっともう一言も喋れないですよ、もう喧嘩してるのかなってくらい、はい、多分スマホ上で話してるんじゃないですか2人。そうそう、でも同じゲームやってるかもしれないしね。でこれがでも普通なんだろうなっていう、そうなってくるともうネットの中の世界の方がメインに近いのかもしれないですね。僕の会社の先輩でそのネットゲームにハマりすぎて、もう会社から一刻も早く帰ってネットゲームにやりたいみたいな、もうネットゲームは中心なんですよ。ネットゲームずーっとやってて、あ、ちょっとリアルの世界行ってくるわって言ってリアルの世界にだけ来てるっていう人がいたんですよ、本当に。でもその方はその向こうの世界で、ネットの世界でなんかすごい強いアイテムを持ってたらしいんですよね、剣を育てて。でその剣をなんかそのネットの世界で彼は騙し取られたらしいんですよ。それちょっと預かって強くしてやるって言って預かったまま帰ってこなかったらしいんですよ。それで彼は向こうの世界で自殺したんですよね。もうやっていけないと。まあ、だからね、そうなんですよね。まあ、仮想現実の方が楽しい時代がやってきたってことですよね、現実よりもね。もともと韓国の方がやっぱり先行してて、はい、でラグナロクがすごい流行った時代に、ラグナロクのアイテム課金をね、アバターとか向こうのネットの世界のアイテムに課金する人たちがいて、それで犯罪まで起きてるってことが昔は全然想像できなかったじゃないですか。でもそれが今結構普通で、ネット上の課金でものすごいお金をかけてる人がボコボコいるっていうのは時代が明らかに変わってきて、そうですね、やっぱり新しく、やっぱり新しい性を一からできるからじゃないですか、生きるっていう、まあね、おじいさんが訴えてきたことが現実化したってことでしょ。 そうですね、それこそどっちがメインかわからない世界ですよね。まあね、現実やっぱりつまんないんじゃないですかね、やっぱりね現実生きたってもしょうがないんじゃないですかね。僕なんか今日、まあ、ここに来るってこともあって、ちょっとネットで大変申し訳ないんですけど、こうスマホで、ね、ネットをしながらちょっと歩いてたんですよ、駅を、うん、そしたら、まあ、ながらスマホなんで申し訳ないなと思う、今は思えば思うんですけど、うん、ぶつかっちゃって。なるほど。じゃぶつかったら相手も同じようにスマホの画面しか見てなかったんですよねお互いそうなんですよ。でむしろこの2人はこの現実世界で衝突があったことよりも、そのせいでこうやってたゲームとかがミスったとかね、そっちの方が重大事かもしれないわけで、だとしたらもう向こうの世界の方がメインだわけじゃないですか。もうリアルの世界にぶつかったせいでこっちの世界に悪影響来たよっていう、そういう風に現実的にもうなってるわけで、なんかそれってすごい、実は気づかないうちに時代の価値観みたいなところが変わってきて、まさにそのネットの未来みたいなのが来てるっていうところあるなと思いますけどね。どっちの世界で生きるんだみたいな、まあね、そういう状態からもう融合したわけですよね、うん、ますますわけわからなくなりますよね。先ほどの先輩の話は、そこで向こうでひどい目にあったせいで、あっちの世界を、まあ、自殺というか卒業してこっちに帰ってくることに決めて、今もリアルでバリバリやってらっしゃるんですけど、だから彼はその世界を選んだわけですよ、その時。なるほど。だからもしかしたら これからの時代はなんか大人になる時にどっちの世界をメインで生きようみたいな、そういう選ぶ。でもゲームってラッキーだったっていうか、まあ幸運だったと思うのは、そのこれネット時代になっても対応できる仕組みがあったじゃないですか、はいはいはい、まあ、課金もできるし、その終わらないっていうことも含めて、はい、で一方でその同じエンターテインメントでも、例えば音楽とか映画とかっていういわゆるコンテンツビジネスって呼ばれてるものって、ちょっともうどうなんだろうって感じですよね。そうなんですよね、うん、まだやっぱりネットって双方向性があるから、その双方向性がある部分っていうのはコピーは難しいんだけど、はい、でゲームっていうのは双方向性もともとあったんですけど、やっぱり音楽も書籍も、もしくはね映像コンテンツもね、双方向性ないですよね、基本。そうするとやっぱりコピーされちゃう、一方通行。なるほどね。このコンテンツの話に戻ると、やっぱりそのコンテンツが値段が決まってない、
本来は値段がそれぞれ違うべきであるっていうのは本当に非常にごもっともだなと思ったのは、例えば絵とか昔の芸術作品って全部そうじゃないですか。もともと映画だって音楽だって本だって芸術作品じゃないですか。もともとは芸術作品に関して一個一個それと認めた価値で価値がついていくってのは、そしてその価値が時代によって変遷していくって自然なことですよね、はい、それを一つの1800円で一回見るとかね、なんかそういうパッケージいくらとかそれにはめてるっていうことがもしかしたら不自然なのかもしれないですね。でそれがなんかネットの世界に入ったことでもう一回価値観の作り直しになってるわけじゃないですか。その時に今までと同じように定価を決めてやっていくっていうことでいいんですかっていうところに来てるのかもしれないなと思いますけどね。まあでも制作費を回収しないっていうことだけ考えれば、うん、今はまあ自然の流れだと思うんですよ、うんうん、そのお金払いたい人は払って払いたくない人は払わないみたいな、うんうんうん、単純に制作費、加賀さんもさっき言ったように制作費回収できないっていうもの問題だけがごそっと横たわっていて、うんそこなんですよね。だから次々に作り手が死んでいっちゃいますからね。まあ安く上げるしかないみたいなことにしかどうしてもならないですよね。なんかこれまでの歴史をやっぱり紐解いていくと、やっぱり芸術を生み出してきた人たちってやっぱりみんな貧乏だったから、結局その価値が出るまでに何百年も経って、でやっと初めて価値が出てその人はもう死んでるわけじゃないですか。だから芸術ってそういうものなのかもしれない、そういう宿命を背負ってるのかもしれないですね。だからすぐ 2,3 年で回収を絶対しなきゃいけないっていうところ、そういうモデルにエンターテインメントコンテンツっていうのはやっぱり難しさを持ってるっていうのがあるかもしれないですけど、パトロンっていうのはいたでしょ昔は、はい、それで絵描けたの、はい、ねえ彫刻作れたの、そうですね。でそういうことで言うと結構それね成立してたわけでしょ。そうですね。そう、それはだけど楽しむのは一部の人、うんうん、ところがこの間うちね仕事でやってて北斎っていう人いるでしょ。そう、北斎の時代ってね実はまあ江戸のあの時代だけどもう大衆社会状況なんだよね、はい、俺で買うそのね北斎の作ったものを印刷してみんな手に入れるんだけれど、はい、それはお金持ちに限らなかったんだもん、はい、で一般大衆がみんな持ってた、うん、その結果ね北斎っていう人は晩年までいろんな説があったんだけれど、最近ある証拠が出てきて、はい、随分裕福な、はい、うん、なんですよ当時から成功例もある。そう、それは葛飾北斎がその走りでやった、ね、そうなのよ。そうあの時代からね、あ日本ってそういうことやってたんだなって改めて思ったんですよ。そういう意味で先進国だったんですね。まあ、でもそのパトロン性は確かにあるかもしれないですけど、僕最近知ったんですけどね、ある音楽家作曲家の人がいて、まあこの人よく知られてる実は人なんですけど、でかといってそんなむちゃくちゃ売れてるとも思わないんです。だけどまあなんか貧乏にも見えないって言って、ある時ちょっと伺ったことあるんですよ。どうなってんですかとそしたらその人は要するに自分の曲買ってもらってるんですよパトロンに。でそれその客パトロンだけは楽しんでいて、なるほど、でたまに演奏もしてあげたりするらしいんですけど、だから市場で出してるものでそもそもなんかこう儲けようっていう発想がほとんどないんですよ。だって俺だってねジブリっていうのをやってきてね、何を望んでたかって言ったらやっぱりパトロンの存在だよね、うん、本当に欲しかったんだもん。スポンサーとか制作委員会みたいなのが今形を変えてそのパトロン制度、そうなんだけどね、でもあれはパトロン制度じゃないですよね、うん、だってあれもうあんな回収に一生懸命なのはパトロンじゃないですよパトロンそんな回収に一生懸命になんないですよだから僕らで言うと、まあ、徳間書店の社長だった徳間公会っていう人とね、はい、それから日本テレビの宇治江誠一郎、はいはい、明らかにパトロンだったよね。やっぱりそういう人がいたっていうのはね幸せだったんですよ。で2人がね亡くなっちゃった後じゃあどうしていこうって、うん、その途端ね困るんだもんやっぱり。そうやっぱりコンテンツって飽きるから、そのコンテンツで儲かる以上、うん、そのみんなが飽きるまでコンテンツを作り続けますよね、うん、自由競争しちゃうと、うん、そうするとみんながどんどん飽きていくんですよ。でどんどん儲からなくなっていくっていう、うん、スパイラルになるから、うん、そもそもその資本主義のね自由競争でコンテンツを作るっていうのが良くない、良くない。だから僕絶対ねコンテンツはね独占すべきだと思うんですよね。なんか株とか作って、なんかその株を持ってる人しかアニメを作っちゃいけないとかね漫画を描いちゃいけないとかね、まあ、そんなんやった方がいいと思うんですよね。いや僕なんかはねちょっと今更言うのなんですけれど、点でしか分かってなかったことがこの本によって線になったっていうのかね、
本当だもん。うん、で一部しか分からなかったやつもね、なんかよく分かるし、で自分の興味あるところはねつい真剣に読んじゃうし、いや本当に講義だよねこれ。まあ、僕はこの本のね、あの帯に一言って頼まれたから、まあちゃんと読む前に書いたんですけど、そうかそういうことなのかっていうね書いた割にはね、読み始めたらあれこんなこと書いてあったっけ連載の時にって言ってね悩んでたんだけれど、でも点で分かってたことが線につながったっていうのはね非常に大きかったんですよ。と同時にネットの現状ね、今この瞬間こうなってんですよって、それがね、まあ旧いろんなメディアがあるわけだけれど、まあソーシャルメディアに対してマスメディアでしたっけ、そちらの将来がどうなるかっていうことが明快に書いてあるでしょ。これは読んだよ、怖くなる人いっぱいいますよね。だから別の広告でね、要するに恐ろしい本だっていうことをね僕は入れてみたんですよね。だってそれしか言いようないもん。だって知識もなく、でこれで改めて勉強するような状態の僕としてはですね、まあ、ここに書いてあるその最初に片田君が言った予言、まさにそうなるんだろうなって気がしたから。テレビの人たちとかはちょっとあれじゃないですか、それは文句言いたいよね、胸ぐらつく胸ぐらつく胸ぐらつかったいんじゃないかな。その、まあね、既存のそれ出版とかもそうでしょうし、新聞とかテレビとかっていう人もみんな本当どうなんとか誰か教えてくれなんですよね、要するに。それを完璧メールに書いてあるんだもん、はい、これ読んだらね、みんな人の顔が浮かんだよ。ある意味当たり前のことしか書いてないんですよ。もう当たり前にだってこうだからこうでしょっていう、当たり前は当たり前だよねって言ってるんですよね。冷たいですよね。当たり前、当たり前、すごい大事だと思うんですけど、結局その立場ってのはこういう本って必ずあるじゃないですか。その例えばテレビ人が書いたネットのこれからとか、はい、出版人が書いたとかって、でそれってある思い入れが反映されちゃうと思うんですけど、で川上さん自身は僕すごくいいなと思ったのは、別にネットの見方じゃないんですよね。思い入れないんで。でもねドワンゴやってんのよ。でも会社にもそんな思い入れないじゃないですか。会社にも思い入れない。そういう人がねこういうこと考えながらやってんのかっていう恐ろしさもあったよね。まさに与田さんがおっしゃったように、なんか川上さんって自分がどういう人であるかっていうのをよくご存知だから、自分がその鈴木さんのような人と違う人であるということを分かってるから、こういうネットに詳しい、ネットの中で生きてきた自分から見える世界はこうなってるからお教えします、そういう立ち位置に立ってるから、逆にだから与田さんから見たネットの未来は別の世界が見えてて、別のことを書かれるでしょうし、やっぱり川上さんのようなネットの中にいる方がこういうふうに見てんだよっていうことを、これを読んだ人たちが、いや俺はそう思わねえから頑張るとかね、そういうなんか応援歌にもなってるような気はしましたけどね、テレビの人たちとかそういう人たちに対して。まあ、ね、重版の時にはね、この鈴木さんを変えて佐藤さんとか変わっていくと、これ変わっていくんですか。すごいですね。でもね、鈴木さんにすごい僕川上さん似てるんだなと思ったんですけど、だから要するにネットのプロだから、ネットに執着してないからネットのプロなんだなと思ったんで、鈴木さんも別にアニメファンじゃないじゃないですか。世の中の人がちょっとびっくりするぐらいその執着がないんですよね、鈴木さんも。はい、プロフェッショナルってこういうことなんじゃないかなって気もすごいするんですよね。